辻本清美さん、立憲民主党の嫌がらせ、共産党、友党への媚びヘツラが炸裂。予算委員会の質問時間を恣意的に調整するこの手法、議会制民主主義の精神に戻るんじゃないでしょうか。<noise> はい。とね、こんばんは。え、参議院議員のおときたしゅんです。え、今日のブログもスタートしていきたいと思います。え、2月の今日は7日ですかえ、土曜日に収録をしております。ちょっと今日は娘の部屋を借りてね、え、YouTube をちょっと、え、収録をしているんですけども、え、今週から、え、衆議院では予算委員会がスタートしております。昨日は、え、日本維新の会からは、足立康衆議院議員が登壇をいたしまして、え、かなりですね、インパクトがある、え、質疑をしましたんでね、ヤフートレンドとかツイッターのトレンドでもかなり上位に、足立康っていうキーワードが、え、上がってきまして、かなり見応えのある質疑でありますんで、よかったらぜひ皆さんも検 作していただいて、あとリンクとか貼っときますんでね、アダチヤさんの質問を全編見ていただきたいと思います。私もあのワクチン接種のね問題点でパネルを1枚作って協力をしております。でですね、今日取り上げたいのはこの冒頭でアダチヤさんがね中断したことなんですけども、辻本清美さんが今立憲民主党野党筆頭のね立憲民主党の代表者理事に、えー、予算委員会の理事になってですね。 ご質問時間の差配をつか、えー、っているらしいんですけども、まあ、このね、嫌がらせなのか、何なのかは、まあ、推測でありますけども、 日本維新の会の嫌がらせ、または共産党コビ、国民民主党のね、コビヘツライで、この質問のね、時間が不当に減らされている、調整されているんではないかと、まあ、いうことを、足立安さんが、え、厳しく指摘を、え、しました。まあ、どういうことかというとですね、今、衆議院というのは、議席数で見ると、共産党が12、日本維新の会が11、そして、国民民主党さんが10という、こういう配分になっています。なのでもう、12、11、10って、ま、ほとんど一緒ですから、まあ、普通のね、議会の常識で考えれば、まあ、質問時間を割り振るときに、これはまあ、 もう大体一緒。一緒か、もう差をつけても、まあこの順番にちょっとずつ傾斜をつけるというのが、まあ皆さんも常識で考えれば普通にそういうことをやると思います。まあところがですね、毎回毎回なぜか、で今回もそうなんですが、日本一の会が44分、国民民主党が45分で、1分間だけ国民民主党が多いんですよ。 さっきも言ったように日本維新の会が11、国民民主が10だから、日本維新の会が1議席、多いにも変わらず、わざわざ国民民主党の1分多くしてる。まあ、たかだか1分と言われればそうですけども、これ明らかにですね、メッセージであり、そして嫌がらせ、我々の嫌がらせであると同時に、国民民主党への恩着せがましい宗派であると私たちは思っています。 これのみならずですね、共産党さんとうちは、い、もうこれも1議席しか。変わらないにも変わらず、質問時間が10分とか、下手だったらです1.5倍とか2倍近くですね、差をつけて配分することも、え、まま見られるという状況になっています。まあこれね、おかしいですよね。なんかおかしいと思いますよ。で、そもそもじゃあ、この予算委員会の国会における予算のね、この質疑の時間がどういうふうに決まるかというと、まあ全体の持ち時間があって、じゃあトータルで今回5時間審議しましょう。ということになると、まず与党対野党で2対8、2対8の割合で、8の割合で、 で、まず、えー、ざっくり二つに分けます。で、これはですね、まあ、与党の方が当然議席は多くて、関数を占めているので、まあ、こう、議席数通りに配分すればですね、もう与党の時間が6とかで、野党が4ということになって、まあ、ずっと自民党公明党のターンがひたすら続くということになってですね、まあ、地方議会とかだと二元代表選なんで、もう自民党さんの持ち時間が一番上ブワーってやって、野党がちょこっとやって終わりということは、まあ、東京都議会もそうですし、まあ、地方議会ではそうなんですが、まあ、国会は二元代表制じゃなくて、まあ、議会制、あの、議会制民主,主義じゃなくて、 議員内閣制ですので、この与党から、えー。 内閣が出てですね。まあ、事前にこの政府与党と、政府と与党は、ま、ある程度調整ができるというのは、これはまあ、そういう仕組みですから、え、そのもう、調整済みの与党がですね、正直、あの、6とか7とか質問時間もらっても、そんなやることはない、まあ、ないとは言わないですけども、まあ、それはやっぱ野党に与えるべきだという考え方から、これはま、慣習として、2対8、与党が2で、野党が8というふうに分けるということになっております。まあ、これについてもですね、まあ、時々やっぱ問題になって、いや、さすがにね、あの、ま、多少野党に配慮があるとしても5対5とか、6対4とかぐらいでいいんじゃないかとか、ですね、そういう いう意見もありますし、まあ私もですね、まあ議席数って言うとそういう風に自民党は多くなります、なりすぎますけども、得票率とか、全国記念の得票率とかね、そういう風な観点値で割り振るのは私はあるじゃないかなと思いますが、まあここではですね、とりあえずまあ与党と野党の配分はまあ置いときます。まあいいでしょう。まあ2対8ぐらいでも、まあ私はそれでもいいと思います。じゃあ、この野党側に当たれた8を、じゃあどういう風に野党の中で分け与えるかというと、これは野党筆頭と言われる野党の第1党、つまりまあ立憲民主党さんがこの野党を代表してですね、差配を決めていくわけです。なんでここでですね、 立憲民主党さんが、まあ、ある種、まあ、権限握ってるわけで、好き放題やるわけですよ。それでですね、共産党さんに時間を議席するってを比べたらですね、不当に増やしたり、あるいは、えー、日本一種か不当に減らす、そして国民民主党を増やすと、ま、いう、こういうことが行われるわけですね。 で、これはですね、まあ、すげえ話。で、産経新聞がこの記事にしてくれたんですが、まあ、立憲民主党の幹部のコメントとして、まあ、これは杉本さんじゃないかもしれないですけども、立憲民主党の幹部は、まあ、なんかですね、国民民主党は、あの、主犯指名でたのと書いてくれたと、日本一の会も質問時間が欲しければ、我々に協力すればいいじゃないか、みたいな。まあ、そういうコメントをしたって書いてあるんですが、もうとんでもない話ですよね。つまり、自分たちに媚びへつらって協力した人には、質問時間を分け与えてあげる。まあ、そうじゃない人は質問時間減らすと。まあ、逆に言えばですね、質問時間あげるから我々に協力してね、と。まあ、そういうことであるわけですよ。まあ、つまりこれはですね、 私さんも、予算委員会の中で取り上げて、ちょっとそれは言い過ぎってゅうか言葉に気をつけろって注意を委員長から少し釘を刺されてましたけども、共産党の票が欲しいから、じゃないかと。ま、私そう思われても仕方ないと思いますよ。今、立憲民主党はいろんなところで選挙区調整してね、共産党さんの票をもらえれば、小選挙区で勝てるかもしれない。ま、そういう選挙区もありますから、で、共産党さんにこう宗派を送ってですね、質問時間を分け与えて、目立つ機会を与えてあげることでですね、その代わり選挙の時は票をよろしくね、と。ま、そんなことがですね、今国会で平然と行われてると。でもですね、あの、これは大前提、 民主主義というのは、でも我々皆さん、皆さん票をもらってですね、国会に来て、まあ、現行の選挙制度の中でこういう議席を獲得しているわけですから、民意をちゃんと質問時間に反映するためにはですね、やっぱりこの議席数にしっかりと反映させたですね、それは1分1秒まで全部こう、あの、議席数に比例させるとは言わないですけども、それは12、11、10という議席数であればですね、その順列、そしてその、この比率にある程度は基づいたですね、配分をしなければ、これは民主主義の理念、民,民意の反映ということを踏みにじっている、自分が気に食わないから、 こういうのを書いていいんだと。まあ、いうことがまかり通ったら、これはもう議会というのはなかなか成り立たないわけですよね。で、ここについてですね。まあ、あの、予算委員会の理事会でも、ま、たいろいろあったみたいなんですが、藤田、藤田、藤田、富武議員、維新の藤田議員がコメントしてます。まあ、全く論理的な、え、この理由というのは聞けなかったと、理事会の中で。まあ、理事会の中の発言はね、非公開なんで、誰それさんがどう言ったということは書けないので、まあ、藤田さんも踏み込んだことは書いてないですけども、私も立憲民主党の議員さんとか、支援者の方と話しててもですね、じゃあなぜこの維新が国民民主党理一分少ないんだと。一分少ないんだと。え、で、共産党さんが あんなに一議席が変わらないのにあんな質問時間多いんだということに対して 論理的な説明、反論をしてくれた方は一人もおりません。まあ、辻本さんも含めて、ツイッター上とかでもそうですし、直接会って、ま、若手とかのね、立憲民主党さんの議員とかに、なんでこういうことするんですかねって聞いても、いやー、わかんないですねここ。上の考えることは、みたいな感じですし、まあ、今もツイッターで昨日もそういうこと書いたら、ぜひね、論理的な反応が、反論があれば聞かせてほしいと言っても、大体ですね、維新の態度が悪いからだとか、まあ、与党の、与党側のね、与党の方を持つような質問ばっかりしてんだから、与党に質問時間もらえとかですね。まあ、要は、論理的にね、誰も支援者の方も含めて、我々アンチも含めて、 含めてですね、まあ、そういう攻撃しかできない。あの、いう論理的にこの時間を、こう。 国民民主とか共産党を不当に増やすことの説明を支援者も含めて誰もできないわけですよね。まあ、こんなことが許されていいのかということをね、ぜひ辻本清美さんと立憲民主党幹部の方は考えていただきたいですまあ、こういうことをすればね、やっぱ反転可能性っていうのはありますからね。仮に日本一の会が野党第一党になった時に、まあ、そういうね、いや前例がそういう前例があるから我々も好き勝手やらしてもらうぞと。あの、まあ、やらないですけどね。その中で我々やらないと思いますけども、じゃあもう立憲民主党さんの時間は議席数ちょっと多いけど、勝手に減らしますみたいな。そういうことでいいのかと。まあ、そこまでやっぱ考えてね、行動しなければ4年に1回選挙はあるわけですから。 いけないと思います。こはだから、立憲民主党さんはね、いつも多数の応募はいけないとかですね、あの、議論を尽くせと、そういうことを自民党、公明党、与党には言ってるくせに、自分たちは数の応募、自分たちが数が多いからといって、独断選考でこういうことを決めてしまう。まあ、このダブルスタンダードがですね、私は支持率が伸びない原因であると思いますし、まあ、他人のことを言ってでも我々の支持率が上がるわけではありませんので、しっかり我々は、まあ、これでも言うべきことは言ってですね、皆さんに、この国会の実態、国会で野党大とか不甲斐ないと、まあ、こんな理不尽なことが起こってしまうんだということは伝えつつもですね、しっかりとですね、 政府に建設的な対案を出していく。ぜひ予算委員会の質疑も見てほしいんですが、私さんがすごい重要な答弁も勝ち取ってますので、しっかり建設的な議論を行っていく政党として、プレゼンスを、存在価値を発揮していきたいと思いますので、ぜひ皆様にも引き続きのご指導、ご鞭達とご注目をお願い申し上げまして、今日の Vlog とさせていただきたいと思います。それではまた次回、さよなら。